えー、まずあの中国空軍のやった空軍か分かりませんけど、はい、中国戦闘機がやったことは、はい、これはもう、明らかに戦争行為です、ほとんどね、えー、もう戦争行為と言ってもいいと思います。はいあのー 今の50年前、60年前の兵器とは全く違います、えー、今の兵器はです、ねえー、もうロックオンするあるいはその、えー、機種を向けるこれだけで攻撃動作と見,、えー、見なしていいと思います、はい、で、えーまあ、そ,その細かいことはまたちょっと後で言いますが、うん、もう一つのポイントは、うん、これが最初に報道されたのは、うんまあ、先ほど、折島さんがおっしゃったように航空自衛隊の 航空支援団司令官だった降りた国を元空将これこの,この方がブログで最初発表したんですねでえそれでそのブログで実はこういうことがあったとでそれでそ,のそれを見た新聞記者がみんな驚いてですねでそれを書く新聞がまあ書,いた書いた新聞もありますし書かなかった新聞もありますんその新聞記者がこれはどういうことかということで政府に問い合わせました。政政府府に問い合わせてみたら政府は えー、それを否定しなかったうん、うん、はいはいそういうこともありましたとうん、うん、これね非常に重要なことなんですよ、はいですね、つまり、えー、これほどおめちゃくちゃな中国のうん、うん、戦闘機の行動をですね 本来政府国が発表せなあかんことなんですね。ね実はこんなことがありました。ええということは、ええー、ところは国はこれを全く発表しないで、うん、ええー、一民間人まあ、うん、あの元空少元自衛隊の空少であるその折田さんがええまあ今,今は民間人ですね。うん、これが ブログで発表したことでそれで,それで新聞記者問い合わせた時に「はいはいありました」とこここれれていうことですかこれえつまり日本の主権がまさに脅かされようとしているばかりかえ下手したら戦争の危機があったかもしれないようなそういう軍事中国の軍事行動に対してえ政府がこれを言わないって。 これも話にならなないですよねで、えー、なおかつそのどうも織田さんのブログによりますとこれは6月に入ってから1回だけじゃない数回やったという話なんですね。<ー>で、えー、私も織田さんのブログを見たんですが、えーえー、これね微妙な解決されてたのは事故、えー、防衛装置を使用しながら中国機によるミサイル攻撃を回避しつつ西域,西域から離脱したということなんですね。 これがねよく読むと難しいですよ。自己防御装置を使用しながら中国機によるミサイル攻撃を開始しつつ戦意から出した。 ミサイル攻撃があったかなかったのか微妙な書き方なんですよ。すよね、だから、ね、あったとも読めるんですよね。えー、つまり、えー、ミサイル攻撃を未然に防ぐために逃げたというふうにも読めるし、ミサイル攻撃あったというふうにも読めるんですね。発射されたかされないか<っ>この文章だけか,なは分からわかりま、ね、せん。でねなおかつねあの私は軍事的なものはあんまり詳しくないんですが、これ、えー、ミサイル事故、えー、防御装置というのはこれ多分フレア とということを言われてるんでまあフレアとかチャフとかいろいろあるんですが多分これフレアやフレアやでフレアとレアいうのはミサイル攻撃あるいはロックをされた時にですね、はい、ミサイル撃たれてそのミサイルは今のミサイルはそのレーダーで追尾して飛行機にぶつかってきますから、はいはい、そのレーザー機能を失わせるようなそういう、ねうん、空中にそのミサイルのレーダーをこうなんていうかか拡散するそういうことを なんですね。うん、フレアっていうのね。で、えー、この通常このフレアというのは。ええ、まず出さないらしいんですよ。うん、これはよほどのこと。もう抜く時だ。刀を抜くきだ。そうですから、あの、あの、うん、これは、あの、自衛隊機はフレアを使ったということは。ええ これはもうロックオンされたかあるいはミサイルを撃ったかということなんですねもうぎりぎりの状況なんですよ。これは普通常ではまず使わない、うん、で、えー、今回自衛隊機はどれもそれを使ったということなんですがこれはもう明らかに攻撃でですよね実際に例えば、えー、中央機がミサイルを撃たなかったと考えた場合、はいあのー、ロックオンだけしたと。うんでね これ六個をされたら、六個をされた方の戦闘機パイロットはわかりますから、で、そうするとね。これ恐怖ですよ。あの、この、私、この番組はなでも言ってますが、六個をされるっていうのは、もう、あの、銃を。銃を、うん、つけてくらい、頭につけつぐらいで、引き金に指がかかってる状態ですから。あと、だから、一センチか二センチ、引き金、ピャって、指があったら、バーン当たって死ぬんです。もう、だから、資金距離で六個をされて、戦闘機のミサイルだったら、もう、ほぼ100%セン当たって死んでしまうというね。で。 こういう状況をどうも6月以降中国系は複数回やってるってことなので,でこれはね あのどういうことかというと、まあ、これ、いろいろ調べたんですが、えー、え普通、今でも中国機は、散々もう領空を、審判とか、それに近いような行動をしてる、はいで、その時に自衛隊のスクランブルはかけて、えーで、今回も自衛隊のスクランブル機は中国機を、中国機の中国機の後ろに回り込んで、ちょうど平行するように飛んで、はい、でそこで、まあ、これが中国機としてね、これが日本の自衛隊機として、でこれが、えー、警告射撃つまり前方にばばばと警告射撃をした。えーえー でまあ、出てほんなら今までは出ていったらしいですところが今回は警告射撃しても中国機は出ていかないばかりか逆に日本機の前に回り込んで、えーえー、機首を向けた、えー、つまり攻撃態勢に入ったんですね、えー、で日本機はこれは危ないと、うん、攻撃されて危ないことで、えー、その日本の自衛隊機はそれを回避したすると中国機はそれを追いかけてきたんですね。追、うん、追尾していて追いかけてきた、えー でえー、それを振り払おうとして逃げるんですが中国機が追いかけてきたこれはあかんということでどうもフレアを出したんですが、うん、これはね中国機がね日本のおそらく司令、えー、自衛隊の司令部はです、ねうん、いわゆる憲法9条がありますから専守防衛つまり絶対に、えー、その時の自衛隊のパイロットたちに自分から撃てはいけないと。 うん、言ううてると思うんですよあの自分から撃っいいけないあの敵が撃ったら、まあ、自分を身を守るために攻撃してもいいですけど自分から撃つなという,うことに絶対言うてるはずなんで,、はい、でまたこの自衛隊の最高司令官というのは日本の総理大臣なんでね、はい、でやっぱり当然、えー、やっぱり政防衛をままず言うてると思います、はい、だそうするとねこれは当然中国も知ってます。ということは中国のパイロットはですね日本の自衛隊機は絶対に 売っっててこないってことは知ってるわけですだからそうするとね、えー、売ってこないの分かってるからもうロックオンでもランクし放題なんですよ、ね、絶対売ってこないでもねこれやられたら日本の,その自衛隊のパイロットの人たちのその緊張感と恐怖感っていうのはもうこれも想像でしますよ下手したら数秒後に死ぬかもしれないんですよ。で こういう状況の中で、まあ、あの春から以降その日本の自衛隊のスクランブルはめちゃくちゃ回数増えてるんですがで中,国の味方として中国の狙いとしては、ね、まさに日本の自衛隊のパイロットたちを精神的にボロボロにするのがそうなってくると例えばまた中国機が日本領空尖閣領空に入ってきた、うん、じゃスクランブルせなかった例えば鹿屋基地からビャー飛び出す。 この飛び出すすす時ののパイロットは、ね、ものすごく怖いですよ下手したらもう自,分自分は帰ってくれないかもしれないだと、うん、えもう家族の顔も見れないかもしれないってこういう状況の中で行くと例えば入って中国へ入ってきて、まあ、そこにまた出ていけと威嚇する時に下手したら撃ってこられるかもしれないとい,、はい、いう。 ほらそうするとねやっぱりそう中国機にはなかなか近づけないですよね<ー>で、えー、じゃあスクランブルスクランブルもどうしてもこう腰が引けたもよになってくるでそうなってくるともう中国機はどんどんやってくる可能性ありますね<ー>で中国機はね中国はまず何やるかやったらもう実行試合したいんですよあの辺のね、うん、あの領海もそれから領空も含めてね、うんえー、そうするとだからその辺の,その海 えー、領海もどんどんこの中国の海軍がいつでも出会いにできるいつでも航行してるいつでも契約してるとどまってる、はい、そして領空に関しても,もう中国機がもうどん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 好きなように飛んでるでこうなってくるとこれ実質的な実効支配ですから。はあ、はい えー、だから中国はねあの実際には本当は自衛隊と戦いたくないんです。なん、ええね、ていうか言うと、まあ、戦いたくない理由はいくつもありますけどももちろん世界戦争も中国もしたくない当たり前ですけどねその世界的な非難も避難も起きるしあるいは戦争となってくるとその同盟国同士のややこしい問題もありますからですから中国としてはあもう一つは一番大きなものは、えー、自衛隊が本気で戦うとやっぱり圧倒的に自衛隊が強いんですよ。ですから中国は自衛隊と本気でガチで戦いたくない。ええええ ところが中国は自衛隊が戦えないというのは知ってますから憲法9条で戦えないというのは知ってますから当然そうなると中国は戦わずして尖閣を取りたいですよね。はい うん、だからそのために、えー、まず自衛隊の戦う意欲戦う意志、えー、そして自衛隊の隊員たちのお気力そういうその、はい、そういうのをそいでしまうという、はい、まあこういう作戦とるやろうなというのは普通に考えられることですよね。で今回だから6月にそういうことがい,よいよ6月以降に複数回それが起こっていると、うん、でこの6月以降っていうのはこれ重要なことでこれは当たり前ですけど。はい、あのー ちょうど海の方では接続水域に軍艦が入る、はいそ,ね、そしてさらに、えー、鹿児島の領海に、えー、軍艦がいるだからもう、えー、海と空で共同作戦してるわけですよね。あの これほどのことをね、またまたもう一回繰り返しますけど、これほどの大事件を政府が発表しないで、この民間のその元自衛隊のこの人の小里さんというのは元元戦闘機のパイロットだったらしいですね。だから当然戦闘機の元戦闘機のパイロットですから、パイロットですからめちゃくちゃ詳しいんですそういうことね。現場の心理もね。はい、もうそれなんでどんだけ恐ろしいことがも知ってるで、えそれがブログに発表したことによって初めて政府が指名手配にた尋ねられて。 認めたとこなんですねこのね折田さんのねブログに書いたっていうのはこれね大変な勇気なことだとつまり元自衛隊の戦闘機乗りですからおそらくあるルートから自衛隊からおそらくこの情報が折田さんに漏れたというふ入ってたんですよね。で折田さんはこれはいわゆる主義務を超えて知らせないかと。 いう意図でもうですからそのケースとしては6年前の例の漁船衝突事件に極めて近いそうですねあの時も結局中国がぶつかったのかそれとも日本が悪かったのかようわからんぐちゃぐちゃどっちがどっちかわからん言った時にあの時も会長ファ長の方がそう一色さんがねその映像を公開してそれで初めて中国でむちゃくちゃやっとるやろって分かったねで実は今回もですね中国の発表は 自衛隊機が先に攻撃体制に入ったと発表してるんですよまあ当然向こうはそうで言うでしょうね、えー、自衛隊機が攻撃体制に、うん、であ中国は通常の 通常の飛行をしてたら自衛隊機がやってきて中国に対して攻撃を体制を取ったので仕方なく中国はもうそのいわゆる迎撃体制を取ったら自衛隊機が逃げていったとこれをねまだ日本のマスコミがこれをそのまま報道するばかりがいたんですよ。 えー、某 TBS かな<ー>これをねもともとこれ中国のあ<ー>まあ中国の放送局かと言いたくなりますよね。